テレビの前の全国の皆さん、こんばんは。厚い雲に覆われ、星の見えない寂しい夜となりました。迎えていますのはヨーロピアンリーグ決勝トーナメント準決勝第2戦、バルセロナ対ミラン。今日の試合、実況は八塚博士、解説木村和司さんです。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。バルセロナ、本日の対戦、戦力的には五分と言えます。そうですね、大味な試合にはならず、1点が勝負を分けそうですね。このような戦績です。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナ、これがスターティングメンバーです。バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。一方、
ミラン。予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。コンセイソン、鍵を握るのはこの人でしょう。今日は調子が良さそうです。表情もいいですし、今日は見せてくれると思いますよ。キックオフのホイッスルを前にスタジアムのテンションも最高潮です。さあ始まりました。前半45分のキックオフです。左にバルセロナ、そして右にレシーミラン。モリエンテス、どう持っていきますか。シュート、クリア。ここで奪いました。キーパーです。これはビエリ、縦へ出します。これは旗が上がりました。今のプレイです。前に残っていました。オフサイドです。積極的でいいんじゃないですか。フリーキックで試合再開です。どう持っていきますか。タッチラインを割っています。スローインになります。このボールを前へ。モリエンテス、これはキーパーです。クロスボールが入る。アルベルツ、ここで囲む。これはチャンスになりそうだ。チャンス、キーパーです。ここでプレスをかけていきます。手元の時計で前半の30分。バルセロナ、周りを使うパスが少ないですよね。もっとボールを動かしてピッチを広く使いたいですね。左へ出します。見事なモリエンテス、待望の先制点が入りました。バルセロナ1-0。モリエンテス、ここでゴールゲットきましたね。ではリプレイを見てみましょう。迷わずシュートを打ってきました。思い切りの良さが結果に結びついていましたね。気持ちがボールに乗ってましたね。今キックオフしました。チャンス、打ってきた。キーパー飛びついた。パスを切ります。一度下げます。この辺で一本通したいですね。直接合わせた。これは大きく外れます。もっと集中してほしいですね。本当にそうですよね。リプレイです。これはいいシュートだったんですが、この調子でどんどん狙っていきたいですね。これはビアネリ、スルーパス。これはチャンスになりそうだ。ここで前半戦が終了。バルセロナ、最小得点差ながらリードしています。まだまだ油断できませんよ。早く追加点が欲しいところですね。さてここまでの展開ですが、バルセロナいい展開が続いていますね。内容結果ともに良かったと思いますよ。さあ後半開始です。両チームともどうやら選手交代はないようですね。ルイーザ、攻守が切り替わります。どうするか。抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。リプレイが出ます。前に残っていました。オフサイドです。微妙なところですけどね。フリーキックで試合再開です。これはコンセイソン、ここで囲みます。
ビアネリ。あー、これは旗が上がりました。リプレイです。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。もう少し周りを見てプレーしないとせっかくのチャンスを潰すことになりますよ。フリーキックで再開します。前へ出す。ヘッド。攻守が切り替わります。どうするか。さあ前へ出した。これはオフサイドです。VTR が出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。もう少し攻め方に変化を持たせないといけんね。バルセロナ、どうやら選手交代のようですね。シルバ、彼が下がります。ここで一人変えてきましたね。さあフリーキックです。体張り。攻守が入れ替わります。これはチャンスになりそうだ。シュート。ナイスカバーです。右。ここは寄せてきた。チャンスですね。いた。シュートは左へ切れました。リプレイです。これはいいシュートだったんですが。アグレッシブでいいですね。この後もどんどん狙っていってほしいですね。ここは大きく出します。このプレイはファールになります。いやー、これは痛そうですね。今のは危険ですよ。さあフリーキックです。ペレリオ、面白い。いた。見事な。1点追加。バルセロナ2対0。押し込んできましたね。それではリプレイを見てみましょう。ご覧のようにバルセロナ素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。木村さん、来ましたね。ナイスゴール。見事に期待に応えましたね。キックオフされました。どうでしょうこれ。さあ来た。シュートだ。決めたぞ。コスアート。ゴールを奪います。ナイスゴール。2対1。コスタート、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。それではリプレイを見てみましょう。ご覧のように AC ミラン素晴らしい動きを見せましたね。来ましたね。決めるところでしっかり決める。お見事。今キックオフされました。さあ入れる。ここは逃げたい。カット。出したいところ。ファール。今のは危険ですよ。注意だけで済みました。いや危ない。運がいいですね。いやこれは痛そうですね。今のは危険ですよ。さあフリーキックです。
ここはパスを出す。ここは寄せてきます。これはいい形だ。あっと、これはキーパー。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り、2対1でバルセロナ勝利を収めています。ということで、改めて木村さん、この結果で決勝進出が決まったわけですが、一言お願いできますか。いやー、すごい素晴らしい快進撃ですね。本日は実況を八つ塚、解説は木村和司さんでした。木村さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。世界中のサッカーファンの皆さん、こんにちは。心配された雨は先ほどから小降りになってきています。迎えていますのはスペイン一部リーグ第35節、バルセロナ対マドリッド。今日の試合、実況は八塚博士、解説木村和司さんです。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナスタメンはご覧の通りです。バルセロナ予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。続いてマドリッド、予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。守備の堅い両チーム、今日の試合先制点が勝負を分けそうです。
そうですね、大味な試合にはならず1点が勝負を分けそうですね。まもなく前半開始のキックオフです。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。左から攻め上がるのはバルセロナ、そして右に構えますレアルマドリッド。このプレイはファールになります。遠目からのフリーキック、さあどう来ますか。さてどうだ、最後はキーパー、パスを出します。ここはカット、ファールです。さあフリーキックです。いったか、キーパー弾いた、素晴らしい反応を見せました。リプレイが出ます。これは決めたかったですね。決めたかったですね。いい時間帯でチャンスを得ました。ここのチャンスを無駄にはしたくないですよ。さあどうだ、ヘディング、キーパーです。ここはパスを出す、ここで後ろへ、前へ出す、レアルマドリッド、ファールです。これは直接も狙える位置です。ここは慎重に狙っていきたいところですね。合わせてきました、ディフェンス防ぎました。さあチャンスになりますよ。これはいい形だ。どうでしょう、これ最後はキーパー、ボールを回していきます。意表をついたシュート、シュートは左へ切れました。VTR が出ます。これはいいシュートだったんですが、少し苦し紛れなところがありましたね。ボールを回していきます。ダイレクト、キーパー弾いた、打ってきた、決めたぞ、先手を取ります。0対1、デコバここでゴールゲットきましたね。それではリプレイを見てみましょう。デコバ、あそこはよく詰めていましたね。こぼれ球への反応早かったですね。キックオフです。フォローが欲しい、遠目からシュート、キーパー弾いた、チャンスですね。ゴールマウスを捉えきれませんでした。ボールを回していきます。攻守が切り替わります。どうするか、モリエンテス、フォローが欲しい、シュート、決めたかったですね。VTR になります。これはいいシュートだったんですが、少し苦し紛れなところがありましたね。これはオフサイドです。リプレイが出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。もう少し周りを見てプレーしないと、せっかくのチャンスを潰すことになりますよ。さあフリーキックです。いったか、キーパー弾いた。いったか。最後はキーパー。パスを送ります。ここでホイッスルです。前半45分が終了です。バルセロナリードされて前半を終えました。まだまだ1点差ですからね。後半挽回できますよ。
ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナ、シュート数は互角ですが決定力の差が出ています。守備の立て直しが急務ですね。後半開始のキックオフ、前へ、右のスペースを使います。このボールを前へ、このボールを前へ、シュートだ、キーパー弾いた、クリア、タッチラインを割っています。ゴール近くでのスローインです。どうでしょうか、これ嫌なボールです。ディフェンス防ぎました。スルーパス、前へ出します。これはチャンスになりそうだ。チャンス、打ってきた、これは決めたかったですね。VTR になります。これはいいシュートだったんですが、アグレッシブでいいですね。この後もどんどん狙っていってほしいですね。ここはパスを出す、遠目からシュート、シュートは左へ切れました。VTR になります。これは決めたかったですね。いや、外れましたか。攻守が入れ替わります。ボールを回していきます。左へ出します。チャンス、打ってきた、キーパー弾いた、素晴らしい反応を見せました。VTR になります。これはいいシュートだったんですが、あとはシュートの精度を上げるだけですね。この時間帯に選手交代ですか。木村さん、この交代どう見ますか。彼を入れることでチームのリズムが良くなるといいですね。レアルマドリッド、追加点を決めて勝負を決めたい。これは期待したいですね。さあどうだ、突っ込んできた、うわー、ガルディ、1点追加、レアルマドリッド0対2。ここでゴールゲットきましたね。ではリプレイを見てみましょう。ガルディ、混戦の中からのボールでした。今日の彼は嗅覚の鋭さが際立っていますよ。キックオフされました。前へ出す、モリエンテス、右に持っていきました。ここからどうしますか。縦へ出します。チャンスですね。直接シュート、キーパー弾いた、ナイスカバーです。カット、前へ出します。これはチャンスになりそうだ。来ましたよ、シュートだ、キーパー弾いた、パブレイス、このボールを前へ、バルセロナ、ここからどう持っていきますか。前へ出します。このボールを前へ、バルセロナ、ここからどう持っていきますか。面白い、フォローが欲しい、これはいい形だ、ヘッド、キーパーです。
ボールを回していきます。ここで試合終了。90分の死闘の幕が下ろされました。ご覧いただいた通り0対2でバルセロナ惜しくも敗れてしまいました。試合の方はご覧のような結果なんですが、木村さん、今日の試合を見て一言いただけますか。今日は選手たちから気迫が感じられなかったですね。今日は完敗じゃね。本日は実況を八塚博士、解説は元日本代表木村和司さんでお送りしました。木村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。テレビの前の全国の皆さん、こんばんは。今日は雨の中でのゲームになりました。迎えていますのはスペイン一部リーグ第36節、セルタ対バルセロナ。今日の試合、実況担当は八塚博士、解説水沼貴史さんでお送りします。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。セルタ、これがスターティングメンバーです。セルタ、予想フォーメーションは 4-5-1 となっています。一方バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。ディフェンスを厚めにしてきましたね。とりあえず失点は避けようという狙いですね。さあ、今日の注目選手はエンリカ。体も切れているようですし、調子が良さそうですね。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。さあ、いよいよ前半開始の笛が鳴ります。期待せずにはいられません。さあ、始まりました。前半45分のキックオフです。左にセルタ、そして右にバルセロナ。奪った、これはシルバ、ガメス、左に持っていきました。
ファールです。フリーキックで再開します。これはいい形だ。後ろに出した。さあ入れる。クリアしたい。奪います。モリエンテス。手元の時計で前半の16分。バルセロナちょっと攻めのリズムが単調になってきました。打撃がワンパターンですよね。このボールを前へ、右へ、ボールを回していきます。つながるか。シュート。これは左に外れてしまいました。今のプレーです。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。あとはシュートの精度を上げるだけですね。さあ大きく出した。アイラ。さあ前へ出した。イダルゴ。ファウルです。ちょっと頭を冷やした方がいいですね。このカード出そうですね。イエローカードです。セルト。直接になるにはちょっと遠いかもしれません。嫌なボールです。ここで奪いました。さあ前へ出した。左のスペースを使います。ここはパスを出す。奪った。右のスペースを使います。前へ出します。スルーパス。チャンス。いた。キーパー弾いた。チャンスですね。ナイスカバーです。いいですね。イダルゴ。これはチャンスになりそうだ。キーパー弾いた。バジェステロス。ここでホイッスルです。前半が終了しました。両チームとも無得点。最後の爪の甘さを解消すれば結果は出るでしょう。さてここまでの展開ですが、まさにがっぷり四つといった互角の展開ですね。どちらが勝つか全く分かりません。目が離せませんね。後半開始のキックオフです。両チームメンバーの交代なさそうですね。ファール。これは危険なタックルですね。イエローですね。もっと丁寧なプレーを心がけてほしいですね。いやこれは痛そうですね。危険ですよ。さあフリーキックです。パスを出します。奪った。ここは大きく出します。ここはパスを出す。さあ前へ出した。ナイスカバーです。タッチラインを割っています。スローインになります。これはどうだ。パスを出します。いた。キーパー弾いた。チャンスですね。弾いた。チャンスです。いったか。いやさあ入れる。これはオフサイドです。リプレイです。前に残っていました。オフサイドです。いいところ見てましたね。今のでいいと思いますね。さあフリーキックです。ここからどうしますか。サポートが欲しい。ダイレクト。キーパー弾いた。選手が倒されて PK です。軽いプレーは命取りですよ。
この時間帯に選手交代ですか。水沼さん、この采配についてはどうでしょう。膠着状態から抜け出したいですね。さあ PK です。ここ決めたいですね。これが決まった。待望の先制点が入りました。バルサロナ0対1。頼りになるのはやはりこの人、リーザ。この辺はさすがですね。いや本当ですね。リプレイです。ここはしっかりと決めてきました。さすがにこういう場面はきっちりと取ってきますね。キックオフです。攻守が入れ替わります。前へ出します。奪います。ペレリオ、どうでしょう。これあーっと、ここで奪いました。左のスペースを使います。ここは寄せてきます。これはデラペーネ。ここからどうしますか。スルーパス、奪った。一度下げます。ここでプレスをかけてきた。タッチラインを割っています。セルタ、どうやら選手交代のようですね。水沼さん、これどういう交代ですかね。とにかく点を取りたいですね。リスタート。このボールを前へ、どう持っていきますか。前へ出す。神戸、中に入れた。これはタッチを割りました。リスタート。スルーパス、いやーちょっと中途半端なパスでした。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り0対1でバルセロナ勝利を収めています。ということでご覧の結果になったわけですが、水沼さん、バルセロナ中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰してましたよ。本日は実況八つ塚、解説は水沼貴さんでした。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。
世界中のサッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は朝からどんよりとした天気です。今日のダービーは非常に楽しみですね。サポーターも盛り上がってますよ。バルセロナ FC、 これに対します CA バルセロナ。今日の試合、実況は八塚博士、解説木村和司さんです。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナスタメンはご覧の通りです。バルセロナ予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。しっかり守って攻撃はそれからということでしょうね。続いてバルセロナ予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。バルセロナすでに優勝は決定していますが、気を抜かずに戦ってほしいと思います。そうですね、立ち上がりから積極果敢に打ってほしいです。まもなく前半45分が始まります。審判の笛とともにゲームがスタートしています。左にバルセロナ、そして右にバルセロナ。ボールこぼれた。ここで奪いました。チャンスですね。最後はキーパー。ウルタド下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。ここはカット、攻守が入れ替わります。ビジャパスを出します。チャンスです。ここはパスを出す。一旦後ろへ、このボールを前へ、大きく前へ蹴り込みます。ルイーズ、これはいい形だ。さあチャンスになりますよ。クロスボール、どうか。あっと、これはキーパー、パスを送ります。これはチャンスになりそうだ。ボールこぼれた。ディフェンス防ぎました。ボールこぼれた。抜け出たようにも見えましたが、これはオフサイドです。VTR も出ます。これはオフサイドですね。いいところを見てましたね。今のでいいと思いますね。さあフリーキックです。手元の時計で前半31分、バルセロナ攻めのリズムが一定になってきているようです。攻撃のリズムに変化をつけたいですね。ボールはゴールマウスをそれました。リプレイです。外れてしまいました。あとはシュートの精度を上げるだけですね。左へ、ゼロベルト、チャンス、クロスボールが入る。クリアしたい。カット。いったか。キーパー飛びついた。ここで前半戦が終了。ここまで両チーム得点がありません。後半はもっと点を取りに行ってほしいですね。さてここまでの展開ですが、バルセロナ同点とはいえ攻めのリズムがいまいちわかりません。中盤での組み立てに工夫が欲しいですね。
後半開始のキックオフです。両チームメンバーの交代なさそうですね。ファール。これは危険なタックルですね。モルセン、カードはないようですが、審判から厳しく注意を受けます。遠目からのフリーキック、さあどう来ますか。どうでしょう、これクロスボールが入る。キーパー飛びついた。ボールを回していきます。パスを出します。ディフェンス防ぎました。さあコーナーキックです。いい時間帯でチャンスを得ました。ショートコーナーもありますよ。サードはここはカット。ペレリオ前へ、パスを出します。これはキーパーです。左へパスを出します。さあ前へ出した。サポートが欲しい。どうでしょう、これ。ああ旗が上がっていたようですね。これはオフサイド。今のプレイです。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。微妙なところですけどね。フリーキックで再開します。このボールを前へ。どうでしょう、これ来ましたよ。狭いところを狙ってきた。ゴールマウスを捉えきれませんでした。今のプレーです。木村さん、素晴らしいドリブルを見せましたね。これは相手にとっては嫌な突破ですね。この調子でどんどん狙っていきたいですね。バルセロナ、ここで選手交代があるようです。流れを変えたいですよね。ここで後ろへ。ああ旗が上がっていたようですね。これはオフサイド。リプレイが出ます。これはオフサイドですね。積極的でいいんじゃないですか。バルセロナ、どうやら選手交代のようですね。流れを変えたいですよね。フリーキックで再開します。かわせるか。左へ。サエンコ、一気に前へ。ルイス・ガルシア、このボールを前へ。さあチャンスだ。これはラインを割ります。ゴール近くでのスローインです。どうでしょう、これ。ああ旗が上がっていたようですね。これはオフサイド。 VTR が出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。微妙なところですけどね。フリーキックで再開します。ここで試合終了。90分の死闘の幕が下ろされました。試合の結果はご覧の通り、0対0でこの試合同点で幕を下ろしました。試合の方はご覧のような結果なんですが、木村さん、毎シーズンこのダービーは楽しみですね。スタジアムの盛り上がりがすごかったですね。本日は実況を八塚、
解説は木村和司さんを迎えてお送りしました。木村さん、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、また次の機会に。テレビの前の全国の皆さん、こんにちは。本日は素晴らしい晴天に恵まれました。迎えていますのはスペイン一部リーグ第38節ビジャレアル対バルセロナ。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、解説は木村和司さんでお送りします。木村さん、今日はよろしくお願いします。木村です、よろしくお願いします。この試合の模様は衛星生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。ビジャレアル、スタメンはご覧の通りです。ビジャレアル、オーソドックスな布陣できました。対するバルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。しっかり守って攻撃はそれからということでしょうね。今日のゲームの鍵を握りますリベイロ、体も軽そうですしコンディションは良さそうですね。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。さあ始まりました、前半45分のキックオフです。
左へ。ここで後ろへ、このボールを前へ。チャンスですね。どうでしょう、これ出したいところ、カット。さあコーナーキックです。いい時間帯でチャンスを得ました。はい、ここで得点を決めてリズムに乗りたいですね。セサール・マルティン防いだ。これはキーパーです。奪います。これはチャンスになりそうだ。これはホロバティ、バルセロナ。ここからどう持っていきますか。このボールを前へ。さあチャンスだ。これはいい形だ。キーパーです。バタンカート、一度下げます。もっとスペース作りたいね。チャンス、ルーズボール。ディフェンス防ぎました。前へ出します。最後はキーパー。ここはパスを出す。ファウルです。うまいの。これは出ますね。警告です。やってしまったね。さあフリーキックです。面白い。さあ入れる。うまく止めました。しっかり見えてます。時間は前半の42分。バルセロナ、ちょっと攻めのリズムが単調になってきました。攻撃がワンパターンですよね。さあフリーキックです。前へ。ヘッド、なんとか止めました。ナイスカバーです。ヘッド、バーだ。クリア、チャンスです。これは惜しい。ポストに弾かれました。リプレイです。素晴らしいシュートだったんですが、得点にはなりませんでした。ちょっと精度に欠けてましたね。ここでホイッスルです。前半45分が終了です。ここまで両チーム得点がありません。目立ったミスもありませんでしたし、後半に期待ですね。さてここまでの展開ですが、バルセロナなかなかシュートまで持っていけないですね。状況は五分ですが、もっとシュートチャンスを作ってほしいですね。さあ後半開始です。両チームメンバーの交代なさそうですね。さてどうしますか。前へ出す。さあ来た。これはタッチを割りました。スローイン、左へ。一気に前へ。前へ出します。さあチャンスになりますよ。クロスボール、どうか。カット、面白い。ここは逃げたい。ここはカット。チャンスですね、チャンスですね。最後はキーパー。パスを出します。前へ出します。ここで後ろへ、このボールを前へ。右へ、一度下げます。前へ。これはチャンスになりそうだ。ここで奪いました。前へ出します。ルイーズ、左へ。右に持っていきました。ルイーズ。時間は後半の30分。バルセロナ少し中央に偏っていますが、サイドへ展開していきたいところですね。
攻撃が偏っているのでディフェンスも対応しやすいですよね。うまいこと抜け出しましたが、しかしながらこれはオフサイドになりました。リプレイが出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。積極的にじゃないですか。さあフリーキックです。ヘッド、しっかり取ります。攻守が入れ替わります。モリエンテス、左へ。カミロ、さあ前へ出した。下げます。前へ。縦へ出します。面白い、早く出したい。奪います。縦へ出します。打ってきた。キーパー弾いた。ハブレガス。そしてここで試合終了のホイッスル。終わってみれば0対0で両者譲らずに引き分けに終わっています。ということでご覧の結果になったわけですが、木村さん、今日の試合でシーズンの最終節を迎えたわけですが、今シーズンどうご覧になりました？次はさらにいい成績を収めたいですね。今日の試合振り返ってみてどうですか？とても内容のある引き分けでしたよ。本日は実況八塚、解説は木村和志さんを迎えてお送りしました。木村さん、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、また次の機会に。
テレビをご覧の皆さん、こんばんは。試合開始が刻々と迫っています。ヨーロピアンリーグ決勝トーナメント、決勝戦です。バルセロナ対モナコ。今日の試合、実況はいつものように八塚博士、解説は木村和志さんでお送りします。木村さん、今日はよろしくお願いします。木村です、よろしくお願いします。この試合の模様は衛星生中継でお送りします。実力的にはほぼ互角です。バルセロナ、一つのミスが勝負を決めてしまいそうですね。このような戦績です。バルセロナ、見事決勝まで勝ち上がってきました。決勝戦に恥じないプレーを見せてもらいたいですね。それでは両チームのスターティングメンバーです。バルセロナ、これがスターティングメンバーです。バルセロナ、予想フォーメーションは 5-3-2 となっています。しっかり守って攻撃はそれからということでしょうね。これに対します。モラ、予想フォーメーションは 4-4-2 となっています。モリエンテス、鍵を握るのはこの人でしょう。体も切れているようですし、調子が良さそうですね。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。さあ、いよいよキックオフ。どのようなドラマが待っているんでしょうか。審判の笛とともにゲームがスタートしています。画面の左側にエンドを取りました、バルセロナ。そして右にエンドを取るのはモナコ。あー、これは旗が上がりました。VTR が出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。いいところを見てましたね。今のでいいと思いますね。さあ、フリーキックです。さあ、来た。これはキーパーです。これはピエール。攻守が入れ替わります。前へ出します。パスを送ります。縦へ出します。パスを送ります。クロスボールが入る。キーパー、キーパー、うまい。シルバー、手を取ります。1-0。シルバ、ここでボールゲットきましたね。先ほどのゴールシーンです。ご覧のようにバルセロナ、チャンスを逃さずしっかりと決めましたね。木村さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。キックオフです。さあ、前へ出した。サリバン、ファブレガス、右サイドを使う。チャンスですね。あーっと、うまい。サリバン、バルセロナ追加点、2-0。サリバン、しっかり押し込んできましたね。今のゴールシーン、もう一度。サリバン、あそこはよく詰めていましたね。こぼれ球への反応早かったですね。キックオフされました。攻守が入れ替わります。ここは大きく出します。ルイーザ、これは飛び出していました。オフサイド。リプレイが出ます。前に残っていました。オフサイドです。もう少し攻め方に変化を持たせないといけんね。フリーキックで試合再開です。
右へモデスト、パスを出します。タッチを割ります。スローインになります。おっとモデスト前へ出す。浮かせてきた。ナイスカバーです。これはマルケ。デュキャナン、どうでしょうこれ。ダイレクト、しっかり取ります。パスを送ります。ケンブリッジ、スルーパス、ここはカット、シュート、キーパー弾いた。チャンスです。クロスを入れる、ボレー、シュートは左へ切れました。リプレイが出ます。これはいいシュートだったんですが、ちょっと精度に欠けてましたね。ここでホイッスルです。前半が終了しました。バルセロナ、非常に内容のいい前半でした。そうですね、このままの調子でいきたいところですね。ここまでの展開を振り返ってみましょう。バルセロナ、しっかりとチャンスを作り、確実にものにしています。ここは決定力の差が出たんだと思いますよ。後半開始のキックオフ、両チームともどうやら選手交代はないようですね。ファウルです。今のは危険ですよ。シルバ、カードはないようですが、審判から厳しく注意を受けます。さあフリーキックです。さてどうだ。これは合いません。これはオフサイドです。VTR が出ます。ディフェンスラインより前にいます。オフサイド。もう少し周りを見てプレーしないと、せっかくのチャンスを潰すことになりますよ。さあフリーキックです。前へ出します。ここはパスを出す。マルケ、これはどうだ。結局合いませんでした。さてどうしますか。これはチャンスになりそうだ。いた、前です。一旦後ろへ。さてどうしますか。前。これはサリバン、攻守が切り替わります。どうするか。右に持っていきました。つながるか。チャンスです。クロスを入れる。いや外れましたか。今のプレーです。これはいいシュートだったんですが、あとはシュートの精度を上げるだけですね。パスを出します。どうでしょうこれ。攻守が入れ替わります。縦へ出します。マルケ、キーパー弾いた。素晴らしい反応を見せました。
今のプレーです。あと少しのところでした。この調子でどんどん狙っていきたいですね。モナコ、ここは反撃のチャンスです。このコーナーキックは大事にしたいですね。さてどうだ、カット、チャンスですね。ボレー、このプレイはファールになります。この時間帯に選手交代ですか。デラペーネ、ここで交代で入ります。しっかりと自分の役目を果たしてほしいですね。フリーキックで再開します。クロスを入れる。ここは逃げたい。カット、モリエンテス、縦へ出します。前へ、ここはパスを出す。ブッチ、前へ出す。ここからどうしますか。右のスペースを使います。攻守も入れ替わります。このボールを前へ、スルーパス、チャンス、打ってきた。しっかり蹴ります。試合終了のホイッスル。この瞬間、今大会の優勝が決まりました。選手たちが思い思いに喜びを表現しています。この瞬間を待ちわびていたわけですから、もう感激でしょうね。優勝カップを高々と掲げます。選手もスタッフもよく頑張りましたね。選手たちの表情には揺るぎない自信と誇りが伺えます。いやー、これは嬉しいでしょう。表情しとる。ウィニングランが始まりました。選手も嬉しそうな表情でサポーターに挨拶しています。大歓声でスタジアム揺れてますね。バルセロナ、見事なボール支配で相手に隙を与えませんでした。自分たちの良さを出し切った見事な勝利ですね。本日は実況八塚、解説は木村和志さんを迎えてお送りしました。木村さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。
Thank you.